6月1日から8月中旬までの間に新型コロナウイルスに感染し、その後死亡した人の割合が 0.9% だったことが分かりました。国立感染症研究所が各自治体発表の数字をもとに推計にしたところ、国内で初めて感染者が確認された1月16日から5月末までのいわゆる第1波の間に感染後に死亡した人は911人で、死亡率は 5.8% でした。一方、6月1日から8月19日までの第2波が含まれる期間では250人が死亡し、死亡率は 0.9% となりました。70歳以上で見ると、24.5% から 8.7% と大幅に下がっています。国立感染症研究所は、第2波の期間は第1波に比べ、高齢者や施設内での感染が少なくなったことなどを死亡率低下の要因に挙げています。さらに、第2波の死亡率については、検査体制が充実し、検査数も多くなっていることから、実態により近いものになっているとしています。